熊谷直実は平安時代末期から鎌倉時代初期の武将。武蔵国熊谷号を本拠地とした熊谷正史邸の次男。熊谷氏は官武兵士、平定盛の孫。これ時の六代の孫を称するが、武蔵七等の記載地と丹波等の別れともされ、明らかではない。直実の祖父、平盛方が直感を受けた後、当時家庭の時代から、 大里軍熊谷矢里の領主となり、熊谷を名乗った。平家に仕えていたが、石橋さんの戦いを契機として、源の頼朝に侵入し、ご家人となる。後に出家して、法然の門徒となり、連世と合した。平家物語、厚盛最後の段における、平厚盛との一騎打ちは、直ザは、厚盛と共にこの古事の主人公として、脳の演目。厚盛高和構えの演曲。 厚森といった作品に取り上げられている。なお、熊谷市では、通称を組み合わせた、熊谷二郎直ザの名で紹介している。軍船を持つ熊谷直ザと、平厚森武蔵国大里軍熊谷里の出身、陽名を弓山るという、その名の通り弓の名手である。幼い時に父を失い、母方のおじの久下直おに養われた。方言元年7月の方言の乱で、 源の義朝指揮下で戦い、平治元年12月の平治の乱で、源の義平の指揮下で働く。その後、国直光の代理人として、京都に登った直尾ザは、一人前の武士として扱われないことに不満を持ち、自立を決意し、直光の元を去って、平友も森に仕える。源の頼朝挙兵の直前、大場影地下に従って東国に下り、 自称四年の石橋さんの戦いまでは、平家側に属していたが、以後、頼朝に侵入してご家人の一人となり、日立国の佐竹市征伐で大抗を立て、熊外号の支配権を安どされる。樹影三年二月の一の谷の戦いに参陣。この戦いでは、正面から攻める源の範頼の主力部隊ではなく、源の義経の奇襲部隊に所属。日踊り越を逆落しに下り、息子、 直家と、老頭一人の三人組で、平家の陣に一番乗りで突入するも、平家の武者に囲まれ、先陣を争った同僚の平山奇重ともども、討ち死に仕掛けている。平家物語によれば、この戦いで良き敵を探し求めていた直おは、並罪を逃げようとしていた、平家の金立らしき、騎上の若武者を、マサナーも敵に後ろを見せさせたまうものかなと呼び止めて一騎打ちを、挑む。 直ザネがムズと組んで、若武者を馬から落とし、首を取ろうとすると、ちょうど我が子、直家ぐらいの年齢の少年だった。直ザネが、ものそのものでそうらわねども、武蔵国十人、熊谷次郎直美と名乗った後、厚森は、名乗らずとも、頭を取って人に問え、見知らうずるぞと答えた。これを聞いて、立派な武士だと感動した直ザネは一瞬この少年を逃がそうとしたが、背後に、 自分たちの味方の手勢が迫ってくる。自分が少年を逃したとしても、どのみち少年は生き延びることはできないだろうと考えたナオミは、同じくはナオミが手に駆けま参らせて、後の御公用を起こそつかまつりソーラはメは、笛の名手として知られた、厚森の祖父、ただ森が、蕎麦上皇から賜ったものだという。これ以後ナオザネには深く思うところがあり、出家への思いは一層強くなったという。 文治3年8月4日、鶴岡八幡宮の法上会で、ヤブサメの敵立役を命ぜられた。弓の名手であったナオザネは、これを不服とし拒否したため、所領の一部を没収された。研究3年11月25日、過去の経緯から不仲だった、久ゲ直光の久ゲ号と、熊谷号の境界争いが続いており、ついにより友の面前で、両者の口頭弁論が行われることになった。 武勇には、優れていても口下手な直ザは、頼朝の質問にうまく答えることができず、自然質問は彼に集中するようになった。直ザは奮怒して、かじわらかときが直光をひいきにして、良いことばかり、お耳に入れているらしく、直ザの敗訴は決まっているのも同然だ。この上は何を申し上げても無駄なことと怒鳴り出し、証拠書類を投げ捨てて、座を立つと、刀を抜いて、タブさを切り、 支宅にも帰らず蓄典してしまい、頼朝が悪けに取られたという、この争いの背景には、直ザが抱えていた立場の弱さがあった。久家直光は、孤児となった直ザを庇護した上に、本来久家氏の支配下にあったと見られる、熊谷号を領したが、それは、久家氏の立場から見れば、直ザを自己の労働もしくは確証として捉え、それを前提として預けたものであったと見られる。その弱さは、 直光大官として上洛して、大番役と務めていたこと、熊谷氏の系図の中に直ザネの娘が直光の妻となったとするものがあることなどから知ることができる。その後、直ザネは直光から自立して、自らの力で、自らの所領を支配する武士になることを目指し、兵士との戦いを通じて御家人としての地位と、熊谷号の支配権を認められた。だが、 それは直光から見れば、久月氏の所領である、熊谷号を直ザに奪われたと強く反発し、直ザとの衝突につながったと考えられている。なお、熊谷家文書所蔵の研究2年3月1日付、直ザ譲り上には、自闘争、連成とあり、この書状が正しければ、直光との訴訟の前年にはすでに出家していたことになるが、林譲るが、 この譲り場と現存する他の直ザネ自筆の筆跡や顔を比較した結果、この譲り場は直ザネが作成した実物であると断定した。つまり、研究三年に直ザネがタべさを切ることは不可能であり、あずまの記述に何らかの脚色、曲筆があったということになる。また、この譲り場では、着男の直家らの同意の署名とともに、書士である、城屋新、に、 熊谷号を譲ることが記されており、近年では、この譲り状を根拠の一つとして、後世の熊谷氏の経図で伝えられた、直江直家直国とする系譜は、後世改ざんされたもので、上級の乱を機に、熊谷氏の着流が直家の系統から、家臣の系統に交代したとする新説も出されている。厚森を打った直江は出家の方法を知らず、模索していた、法年との面談を、 法年の弟子、性格に求めて、いきなり刀を研ぎ始めたため、驚いた性格が法然に取り継ぐと、直ザは、後世について、真剣に尋ねたという。法然は、罪の啓示を言わず、ただ、念仏だにも申せば往生するなり、別の様なしと答えたという。その言葉を聞いて、切腹するか、手足の一本も切り落とそうと思っていた直ザは、号泣したという。 かくして、研究4年頃、法年の弟子となり、法力規を連成と称した。かつては、あずまにあるように、久げ直光との訴訟が直接の引き金になったと考えられて、出家の時期を、研究3年という説もあった。しかし、前述の林論文によって、研究2年の段階で、すでに出家していたと考えられるようになった。となると、家督を弱視、弱子、 直お家に譲って出家したのは、いつの頃かという問題が生じることになる。少なくても、文治3年の鶴岡八幡宮のやぶさめの際には、未だに出家していなかったのは確実であり、研究2年3月までの4年間の出来事に限定される。また、文治5年7月の欧州合戦には、直おザネの代わりに、着難の直お家が参加していることから、 名目上はともかく実質的な家徳継承が行われていた可能性を推測させる。森内優子は、久下直光との訴訟があったとしても、あずま鏡が伝えるような騒動はなかった。すなわち、あずま鏡の編者による創作と推測して、研究2年正月に、頼朝が、万所下し文を持って、所領の安堵を始めたことを知った直ザが、将来のことを考えて、 直家に家督を譲って出家したと考え、高橋治は、東鏡の弊社が訴訟の内容までを創作する必要性を疑問視して、騒動の発生を研究2年3月以前の出来事と見る。いずれにしても、直座姉が直ちに法然の下に弟子入りしたわけではなく、そういう山にいた浄土教団を訪ねたことは、法然承人エデンからも確かめることができ、そこで、 法年のことを知るきっかけを得たと考えられている。連生はいくつかの寺院を回帰していることで知られているが、出家後間もなくの、研究4年に、三作国久兵南条稲岡省の法年生誕地に誕生寺を混流した。研究6年8月10日、京から鎌倉へ下る。同年に、東海道藤枝塾に熊谷山連生寺を混流した。その後、連生は、京都に戻り、 建久8年5月、法年寺を建立した。建久9年、青の西山浄土宗総本山工業寺を回帰する。直ザネが法年を解散として、この地に念仏三枚堂を建てたのが始まりである。後に、黒谷にあった法年の墓が、軽く三年に、比叡山の首都に襲われたため、東山大屋から移され、ここで仮装して、遺骨を収めた葬病を建てた。遺骨は分骨された。 本領の熊飼号に帰った連生は伊予で、念仏三昧の生活を送った、元休元年、常文常なし、早く仏となり、この世に再び帰り来て、無縁の者、無縁の者問わず、救いともらいたいと、阿弥陀仏に近い連生聖願状をしたためた、成願状の自筆が佐賀清領寺に残されている。法年商人行上図が巻二27によれば、県営元年8月、 翌年の2月8日に、極楽浄土に生まれると予告する考察を、武蔵村岡の死に立てた。その春の予告往生は果たせなかったが、再び考察を立て、県営2年9月4日に実際に往生したと言われている。一方、あずまによれば、上限2年9月3日上に直ザの着難、直家が、父が今月14日に往生を予告したと聞いて、急遽上落の旅に出たと記し、 同年10月21日上に、たまたま上落中であった、安ず重しによって直おざが予告した日に養生した、ことが、幕府に報告されたという。古くは、安ず鏡の記述が信用される傾向があったが、法年商人行上図画が法年とその門人の、同行に関して詳しく同時代の他の資料との、整合性も、高いこと、県営2年4月1日に、 九条金金が直金の王城が予告通りに行かなかった件について法年に尋ねた書状が残っていること、遅くても元旧三年には東国に戻っていることが確認できる上にその間の法年との書簡が残っていることから法年商人行上図画の記述の方が信憑性が高いと考えられている。直金の遺骨は遺言により、青の西山浄土州総本山光明寺の 念仏三昧道に安置された。直実の墓は、現在法然病の近くにある。また妻と息子、直家の墓は、熊谷寺の直実の墓に並んである。また、高野山には、直実と厚森の墓が並んである。今回光明寺には、法然の病の近くに、直実と厚森の五輪の塔が向かい合わせにある。歌舞伎歌謡曲題、ありがとうございます。